どうも、なうちんです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はモートレアがいい感じに仕上がりましたのでご紹介していきますね。モートレアはものすごく強いので超おすすめなキャラクターです。まずジョブですけども、レンジャーが間違いないです。やはり最終的にはレンジャーが一番強くなりましたね。で、武器ですけども、ナイフです。ナイフが一番いいと思います。刀も強いんだけども、やはりナイフかなっていうところですね。で、アビリティシードですけども、とにかく攻撃力と力、これを極限まで上げてください。で、3枠だけ残しておいてくださいね。で、3枠に、クリティカルダメージプラスで、クリティカルダメージ、そしてクリティカル率アッププラス、この3つは必ずつけるようにして、残りは力と攻撃力、それでいいかと思います。結構簡単ですね。で、そしてエレメントボードを見ていきましょう。重要なのは5箇所となっております。まず風ですね。風で奇襲、ここまで覚えてください。そうすることによってクリティカルダメージ、クリティカル率が上がりますので、このビルドとの組み合わせが抜群となります。で、ルナ月ですね。フェイントプラスまで覚えていきましょう。クリティカルダメージが上がります。そしてサラマンダーですね。ここはクリティカル率やクリティカルダメージとは関係ないんですけども、お金をたくさん入手することができます。そして最強スキルのインフレーション、これを覚えますので、サラマンダーは必ず最後まで上げておきましょう。そしてドリアードですね。ドリアードは天地無双まで覚えさせてください。 HP が 80% 以上の時に攻撃力を 30% アップさせてくれる、かなりお得なスキルとなっております。で、闇ですね。闇は一番最後の運命の導き、ここまで覚えさせましょう。特殊攻撃がヒットした時に 30% の確率でランダムな異常状態にするというやつですね。まあ、こんな感じでエレメントボードを作ってみてください。では早速戦っていきましょう。まあ、一番レベルの高い70のところですね。で、基本的に、特殊攻撃だけで戦った方がいいかなと思います。特殊攻撃長押しなら、敵に突進して連続攻撃を入れる攻撃がなるんですよね。これがとにかく強い、空中の敵にも突っ込んでいきますので、もう本当これをやっとくだけで大体勝てます。範囲攻撃っていうのがいいですね。まあ、ボスの時にはちょっと注意が必要かな。ボスだったらば、攻撃の後に隙ができますので、まあ、一応敵の攻撃に合わせて、使うようにするといいですかね。闇雲に打つだけではさすがに勝てないと思うので、こういう感じでやっていきましょう。OK。でね、お金がとにかく必要です。どれぐらい必要かはちょっとまだ分かんないんですけども、とにかくたくさんお金があればあるほどインフレーションの火力がゴリゴリ上がっていきます。なのでモートレアを主人公じゃない、操作キャラにして戦っていくと、まあ、たまにねお金を3倍もらえることがありますので、たまに、いや結構だよ、確率としては 30% ですけども、まあまあそれなりに発動してくれるんで、本気を出すまでもお金は大量に入手できます。で、今お金がね150万ぐらいあります。で、この状態でインフレーションを使っても結構ダメージ入るんですよね。これマックスまでいくとどれぐらいいくのかちょっと楽しみ。インフレーションだよね。7000、一発で7000です。とんでもない火力、これがね、おそらくカンストした時、お金カンストした時にこれなんどんぐらいいくんだろうな、多分 4,5 万ダメージいくんだろうな、そんな気がしますね。エレメントボードのスキルで HP を 80% 以上を
維持すると攻撃力が 30% 上がるんですよね。なので戦闘終了後に HP が回復するスキル、なんだっけ、マナの祝福か、マナの祝福は必ず、他の仲間たちに装備させるようにしてください。まあこんな感じでものすごく使いやすいです。うん、主人公よりも断然モートレアの方がいいかなと今のところは思ってますけども、うん、後々変わるかもしれませんけどね。はい、ということで今日はモートレアがいい感じに仕上がりましたのでご紹介でした。とにかく攻撃力と力、そしてクリティカルダメージを上げてみてください。とんでもないことになりますのでぜひ使ってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。